はじめまして、俺エースケって言います。ブーンさんの曲最高すぎて噛みつきになっちゃって連絡しました。そんな書き出しで始まる DM には俺の新曲を褒めちぎる言葉がひたすら並んでいた。衝動のままに書いたようで内容にまとまりがなく誤字や誤用だらけだ。こいつ、俺が初めて作った曲まで掘り返して聴いてる。しかも概要欄の文章にまで感想をよこしてるし、極めつけは最後の一文。俺とブーさん、運命の相手だと思うんです。一緒に面白くてうずうずするようなことしませんか？うん、やばいやつだなこいつは。アンドボーカロイドを用いたアマチュア楽曲プロデューサー、いわゆるアボカド P として最近ではそこそこ名前が売れてきた。ファンを名乗る人たちから感想をもらうことも少なくない。友達になりたい、会って話をしたい、そんな要望を受け取ることもある。まあ全部スルーしてきたけど、底辺コミュ障の俺にとって初対面の相手とリアルでつながるのは拷問に近い。そんな人間が赤の他人と一緒に動画制作をするなんて来世でも不可能だろう。いつも通りスルーでいいか。 SNS のアプリを閉じてヘッドフォンの位置を調整し直す。俺の頭の中はすぐに次に作る楽曲のことでいっぱいになった。創作活動は一人でするのがいい。この時間だけは孤独でいることを許される気がするから。なんとかの名前もきっとすぐに忘れるはずだったのだけれど、はあ、また来てる。アップしたての動画のコメント欄にエースケの名前を見つけるのはもう何度目かわからない。今回の感想もすごい長文だな。読んでいくうちにじわりと首の後ろあたりに熱が灯る。なんだこいつ、キモ。音作りをする上でこだわったポイントに全部気づいて絶賛してくれる。歌詞の解釈も俺が込めた意味を全部噛み砕いた上で、俺自身も気づかなかった無意識に込めていた意味まで見つけ出してくれる。さらにはこうするともっと良くなるかもというアイデアまで DM で送ってくる始末だ。言ってることは100歩譲って的確だとしても、他人にここまでするか。暇人なのか。そういえば自分でも楽曲を作ってると DM に書いていた。どんな歌を作るやつなのか。俺はこの時ようやく興味本位で初めてエースケの SNS アイコンをタップした。それが俺たちの運命を変えていく加速装置ボタンだと知らずに。今回のブーンさんの動画も神がかってたな。鬼リピしてたらいつの間にか真夜中だった。くー、深夜だけど俺もなんか作りたい。うずうずする。創作意欲ぶち上がっちゃってるよ。ゲーミングチェアの上で足をジタバタさせながらスマホを引き寄せた。思いついたアイディアはいつもその場でメモすることにしている。配信者始めてからやりたいことが無限に増えてくな。けど、はあ、やりたいことリストをスクロールしながらため息が漏れた。俺一人でも最高に楽しくてスペシャルなものを作れる自信はぶっちゃけあるけどさ。未練たらしく SNS を開く。
思いの丈をぶつけるように DM という名のラブコールを送り始めてから早3ヶ月。この人と一緒ならスペシャルよりもっともっとすごいものを作れるのに。はぁ、二度目のため息がこぼれた時、奇跡は起こった。 DM？ え？ブンさんから？嘘？本物？なりきり？ドッキリ？と深夜に大きな独り言を言いながら急いで DM を開く。お試しならあり。え？目をゴシゴシこする。見間違いでもない、夢でもない。やっ大声で叫びかけて危うく声を飲み込んだ。ゲーミングチェアの上で膝を抱え込み爆発しそうなワクワクを閉じ込める。今発散させちゃダメでしょう。このうずうずはブンさんとの曲作りにぶつけないと。はあ、超嬉しい。今夜ついた3度目のため息は幸せの塊だった。オンラインで初めて顔を合わせた英介は予想の100倍うるさいやつだった。どうもどうも、はじめまして、英介改め倉田英介です。柏木文太です。よろしくっす。いや、会えてマジで嬉しいです。感激です。このゼロ距離土足でグイグイ来る感じ、うざ。あの聞いてもいいですか？何？なんで俺と組もうって思ってくれたんですか？3ヶ月。ん？3ヶ月毎日 DM 送ってくるやつなんていない。キモし変態っぽかったから。え？変態？あ、間違えた。ああ、今のは。じゃあ俺のアプローチすごい刺さったってことですよね。は？いやー、毎日送り続けてよかった。やっぱ気持ちって伝わるんだな。いや、動画見るまでは正直迷惑で。あ、いや、この言い方だと。おお！ってことは俺、自分の作った動画のおかげで迷惑者からコラボ相手にまで昇格できたのか。よっしゃー。ああ、なんだこいつ。俺がどんなに言葉足らずだろうと、英介は何でも前向きに解釈して画面の向こうでニコニコしている。とことんポジティブでノリと勢いで生きてるタイプ。俺とは真逆の生き物。そんな第一印象は楽曲制作を進めるうちに塗り替えられることになる。やっぱイマイチだったよね、昨日送ったデモ。え？全然そんなことないけど。よかった時はブン即レスくれるじゃん。昨日はたまたま寝落ちしてて。いやいや、優しい嘘とかいらないから。俺ももうひとひれに足んないなーって思っててさ。ああ、 B メロのふわりがイマイチなせいかもと思って歌詞3パターン作り直してきた。聞いてみて正直な感想言って。昨日の今日で別案を複数作って、しかもデモまで。 PC の画面越しに英介は至って真剣な眼差しを向けてくる。俺の正直な感想を恐れているのか、少しビクビクしながらも決して目はそらさない。よく見ると目の下にはうっすらクマができていた。本当は気づいてた。ノリと勢いだけじゃあんないい動画は作れない。英介は俺と同じだ。人と関わるのが苦手で、それでも誰かと思いを共有したくて、胸が震えるほどの感動を届けたくて動画を作り始めた。
この情熱を丸ごと伝えるために必死にあがいて技術を磨いてきた。新しいデモ聞かせて、全部。なじゃ。じゃあいいなって思ったアレンジが何番目のバージョンか、せーので言い合おう。オッケー、せーの。2番目。かぶったな。かぶったね。じゃあ2番目のアレンジでフィックスってことで。オンライン通話を重ねながら初めて2人で作る楽曲の完成が見えてきた。ねえブン、俺たちって意外と相性いいんじゃない？ああ、そうだな。だしょだしょ、俺と出会えて人生大正解だね。ああ、あれ、また弾いてる？ほっ、うわっ、わははブンが笑った。エースケ、うるさい。だって初じゃん。初スマイルなんてお祝いお祭り騒ぎだよ。今の動画保存しとこっと。撮ってたのかよ。後々こういう制作中の動画とかも出せたらもっと楽しんでもらえそうだなと思って。曲作りはもちろんだけど、文と動画作るのもすんごい楽しいから、このうずうずもフォロワーさんたちに届けたいんだよね。それもいいな。でしょ。徹夜明けのハイテンションで画面越しに笑い合う。ここから俺たち二人の快進撃が始まった。